私は沖縄に嫁いで6年目の30代主婦。こっちは夫の大輔さん。この日は私がお昼ご飯を作ったんだけど。ねえ、ねちゃんこうめえよ。ただの親子丼でこんなに。大輔さん、そうやっていつも褒めてくれるね、めちゃくちゃ。なかなか褒めてくれないって聞くよ。うちのお母さんも嘆いてた。でもやっぱりさ、夫婦生活はさ、褒め合いが大事だよ。それをどっちかがしなくなっていくとなんかね、もったいないじゃない。私、大輔さんのそういうところ本当に素晴らしいと思うわ。あ、愛してるって言った今。それは言ってないな。言ってよ。早くここに愛してるっていうトッピングをまぶそうとしてる。愛してるって言ってくれたら食べるから。早く。愛してるよ。自分ももっと周りを褒めようと思った方はチャンネル登録よろしくね。